嬉しいです。そう、めっちゃね長くてめっちゃ負担をかけてしまうんですけど、よろしくお願いします。でももう今めっちゃやる気に満ち溢れてるから、なんか鉢巻き巻きたいなって思ったんですよやる気のなんかさ、必勝って書いたさやつをね、ここにつけてみんなで頑張るぞってしたかったんですけど、お家探してもなくてなくて、でも鉢巻きっていうか、あれはあったんですよ、バンダナ、これだから、これを巻いてやる気を出そうと思います。だってね、本当はなんかさ白いさ鉢巻きでさ、真ん中にさカメレアって書いてさ、カメレアボスみたいな書いてさ、そしたらさこれ見たら倒せるかなって思ったんですけど必勝がなくて、だからこれをつけて、だから皆さんがもしなんかポチポチしてて疲れたなっていう時に見てほしいなって思って、だからこれを巻きます本当はもうね丸がいいんだけどね、なかったからね、ピンクを、これをこれに必勝が書いてあるっていう風に想像してくださいでね、なんかお団子したんですよ今日、これがこれをつけてもっと大きくなるために、でも見えなかったからこれをこうやってつけます。でどうやってつけたら必勝っぽいかな、こっちか、こっちの方がいいか、こんな感じかなこれをつけて私はやる気チャージ、これで引き起こすっていう作戦です。これが私たちの作戦ですね。あ、でもなんか一個なんかね、ファンの方からこれ聞いてほしいっていう質問があって、私も分かんなかったんですけど、なんかカメレアを倒すのが一番この感じで選んだんですけど、カメレアを倒すのが一番効率いいですかって聞かれたんですけど、どう思いますか？なんかさ、カメレアを倒すのか、なんか、違う、カメレアを倒すのが一番リクエストチケットたまりますかっていう質問があって、どうだと思いますか？攻撃一発の威力による、あー、一発がめっちゃ強かったらカメレア倒した方がいいってことかなこれで、ね、バンダナかわいい、ありがとう。バンダナじゃないよこれ、必勝のやつだよ、必勝って書いてあるんですよ。でもやっぱりなんか必勝感ないからつけます、必勝を。あら、私のペンがなくなっちゃった。あったたたた、仕事戻る、ごめん、頑張ってね、仕事、お仕事頑張って、ファイトファイト、これでファイトそっか、じゃあ攻撃力がめっちゃ強い人はカメレアを倒した方がいいってことかな。カメレア倒すのに5回も6回も攻撃しなきゃなら、カメレアのやつじゃなくてもいいんじゃない？それ私だ、私いつもカメレア倒すとき5発か6発ぐらいやんないと、あれだ、倒せないじゃあカメレアじゃない方がたまるのかな、私だったら。そっか、なんかね、じゃあさ、一発でカメレア倒せる人とかいらっしゃるのかね。私結構自分強いなって思ってたんですけど、もしかしたらまだまだ弱いのかもしれないキャー、待ってね、必勝を作る。一発はさすがにないよね。私が一番好きなカメレアは何だったっけな、ヘビじゃなくてユニコーンです。ユニコーンだったらさ、ユニコーンは5発ぐらいで倒せるんですけど、もう一個のカブキはなんかめっちゃ時間かかるんですよね。 7発ぐらいやんないと倒せなくて。そう、アリサちゃんハートありがとうございます、ありがとう。SA 持ってるのはゾウさん。え、ゾウさんさ、めっちゃ時間かかりません？倒すの。かかんないかな。
私ゾウさんめっちゃ時間かかっちゃって、だからいつもユニコーンをね目指しちゃうんですよ。ユニコーンが来たらパパパパってやっちゃう。なんてかこう、攻撃なんて書こうかな。じゃあなんでかこうラビリンス勝つか何にしようかな。デッキが弱いと思う。本当デッキ弱いかな。デッキどうやったら強くなりますか。ガチャガチャは結構したんですけど、で今特攻っていうカードを4枚かな、4枚持ってて、それをデッキにしてるんですけど、なんかもっとデッキ強い方がいいのかな。なんでかこうどうしよっかな。特攻4枚持ってます。ガチャで4枚当てました。5枚じゃないとダメなのかな特攻。じゃあ5位以内って書こう。違う、じゃあボス出現中って書こうか。ボス出現中、じゃあ4枚8、本当強いかな。でもさあれかな、強化とかはもっとした方がいいのかな。強化ね全部したんだけどね、なんか難しいんですね。どうしよう。じゃあこれを貼って私を倒すっていう感じで思ったら頑張れると思うからこれはね、あのカメリアするときとか、カメリアしなくてもボス倒すときとかに見てください仲間も特攻してる。仲間って自分のカードですか。自分のカードは特攻にしてない気がする。特攻4枚、待ってね。よし、じゃあ私は今からあれになります。これになってみんながやる気が出るように。ハチマキっぽいかな、こんな感じじゃあこれで見えるかな。これを私のボスを倒すときはこういう、これを思い浮かべて倒してください私をこうやってえいってする感じでね。はい、これでやる気が出た気がする。自分もこれでなんかボスが来たらこうやってバンってボス出現中。じゃあこれでみんなやる気を出しましょう。やる気を出すためにえいえいおって言おう。せーの、えいえいおじゃあこれで頑張りましょう一緒に。まだ長いんですけどまだ長いけど絶対に10位以内に入れるように本当に頑張ります。私ももっとたくさんなんかショールームとかもできるときはして、なんかもっとねリチャッキーズ仲間を増やせるように頑張ります引くタイプ、そう引いちゃったけど こっちの方がやる気出るかな。そう、もうなんかさめっちゃさ思ったよりさやってみると期間が長くて、なんか結構時間、皆さんの時間を使っちゃうなって思ってるんですけど、だからこそ絶対に入りたいから頑張ります。頑張ろう一緒に。このボス出現中みんなでつけて頑張りましょう。これがあれば無敵友達にも読み書きしたからありがとう、ゆあちゃんありがとうね。友達にもありがとうって言っててください最近体調悪く全くラビリンスできなかったから、もう完全回復したから頑張る。大丈夫ですか体調、無理しない程度にお願いします。ありがとうございます。じゃあこれでちょっと
元気になったらいいな。眠たくなるよね。あ、スクショタイム。眠たくなるよ、眠たくなる。スクショタイムしよう。じゃあ勝つポーズしよう。じゃあボスっぽい顔しようかな。ボスっぽい顔。ボスっぽい？こんな感じかな。ボスっぽいかな。これが浮いてきちゃう、必勝が。私の必勝はじまきが。みんなスクショできましたか、ボスを。応援の違う。違うよ、あれだよ、必勝、必勝のはじまき。なんかさ、頑張る人がつけてるじゃん、それを真似したんですよ。本当はここにさ、なんかさ、白のさ、ハチマキでなんかさ、書きたかったけどね、いつか買ったらつけよう。今日はこれで代理。BOSS ボス、リサキだから、リサボスだから RISABOSS。 やる気が出た、私は。なんかさ、あれだよね、でもさ、なんか博多民がめっちゃなくなっちゃうからさ、あのさ、あれだよね、回復したらすぐね、行かないといけないよね。本当にね、学校がある間もしたいんだよね、学校抜け出そうかな、もう。抜け出して。ボスリチャキかわいすぎて倒せん。でもリチャキね、結構ね、このボス強いから、カメリア、カメリアの中に入れる強さだからね、頑張ってね。じゃあカメリアは、もし強い人はカメリアを倒すのが一番効率的だけど、あれかな、あんまり一発が強くないかったら普通のボスの方がいいかな。仕事中よく抜け出してラビリンスやりよるよ。ありがとうございます。抜け出してくれてるんですか。じゃあ私も抜け出そう。怒られちゃう。でも私はいつも電車の中でめっちゃ頑張ってる。電車乗る時とか、あの移動中とかもね、めっちゃしてるし。明日か明後日終盤限定博多民説出る。え、そんなのあるんですか。よし、じゃあ明日とか明後日見てみよう。博多民、体調無理しないように。ありがとう、万全だよ、もう私は任せて。ハチマキつけたからもうめっちゃ元気。あと5日、あと5日頑張りましょう。長いようで短いようで、長いようで短いような5日。でも本当になんかやってエントリーしてよかったなって思ってます。なんかさ、あのみんなと一緒になんかこんな協力みたいな感じでしたことがなかったから、やってみてめっちゃ皆さんのなんか愛も感じたし、めっちゃもう感謝すぎて。だからなんかこれからどんどんね、私も皆さんにこのね、恩を返していけるようにもっと頑張ります。私もあと5、あと5分で締めないと。頑張ろうの回とお疲れ様を。じゃあ皆さん、まずは、まあ、さっきも言ったかもなんですけど、第2ラウンド、第1第2ラウンド本当にありがとうございました。本当に皆さんのおかげで第1ラウンドでは10位以内にも入れたし、もう第2ラウンドではでもたくさんリクエストしてくださって本当に嬉しかったです。リチャキも、リチャキももっと頑張ろう、頑張ろうって思いました。第2ラウンドを超えて、だから本当にありがとうございました。第2ラウンドまで、そして
第3ラウンドは一緒にもっと頑張ります。累計だとギリ10位だから。そうなんですよ、累計をお母さんと一緒に見たらギリギリ10位で、だから本当に次とその次が勝負だから頑張ります。次頑張って。ボーナスとかがさ、やっぱり結構大きいじゃないですか。だからなるべくボーナスがもらえる順位に第3も入れるように全力を尽くします。頑張りましょう。あ、待ってね、あれ読んでなかった、ギフト。あと5分だからちょっと急いで読みますね。ムサさん頑張り、ありがとうございます。頑張ります。ポテちゃんファイト、ありがとうございます。ファイトです。長さん野球ボール、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。カズキチ頑張り、ありがとうございます。レイニア頑張り、ありがとうございます。長さん1、ありがとうございます。カズキチ星、ありがとうございます。ポテちゃん星、ありがとうございます。くぼちさん、クッキー、ありがとうございます。アリサちゃんハートありがとうございます。ジージリンモンさんハートありがとうございます。後藤さんハートのペロペロキャンディありがとうございます。こぼちさん星ありがとうございます。アリサちゃん1ありがとうございます。赤くるカレオシさん頑張れ、ありがとうございます。ジュドーさんクッキーありがとうございます。松平健一郎さんクッキーありがとうございます。意外とこれを作ってたら短くなっちゃった時間が。でも伝えられましたかね、このありがとうと頑張ろう。伝わってたら嬉しいです。リチャキはそう、じゃあ出会いますね。ランキング、ごめんね、間に合いますように。ちょっと待ってね、いきます。13位がふみくんさん、ありがとうございます。12位がぼやっきーさん、ありがとうございます。11位がシーマルさん、ありがとうございます。10位がアリサちゃん、ありがとうございます。9位がイッチーさん、ありがとうございます。8位がタキタさん、ありがとうございます。7位がチーさん、ありがとうございます。6位がジージリンモーさん、ありがとうございます。5位がポテちゃん、ありがとうございます。4位がくぼちさん、ありがとうございます。3位が後藤さん、ありがとうございます。秘書ポーズしとく。2位がレイニア、ありがとうございます。 Thank you。 1位がカズキチ、ありがとうございます。ありがとう。こんな感じ。よし、間に合った、よかった。皆さん今日も短いショールームで、なんか伝われたかわかんないんですけど、来てくださってありがとうございます。今日も見てくださって、これから10時からまたカメレアタイムが第3のあるから頑張ります。頑張りましょう一緒に。これからもよろしくお願いします。頑張るぞ。じゃあおやすみなさいみんな、バイバイ。ありがとね、ちょうど終わる気がする。バイバイ、おやすみ、バイバイ。